もう毎日の朝ごはんオートミールです。うん、今日はゾウ水を作ったんですよ。そうだった。でもね、味が薄かった。ゾウ水さっきちょっとふりかけをこうまぶした。美味しいか。最悪こぼした。美味しい。美味しくなった。うん、昨日の夜めちゃめちゃね、あれだったけど、台風が。こっちはもう晴れてます。ううん、マカロン作れなくて。でも作れるんだけど、あのハンドミキサーがないとちょっと厳しいところがあって、じゃないともう自力で置いてやらないといけないみたいなところがあったから、それはあのちょっと淡路から送ってもらおうかなと思って。だからあのまあやっぱり秋なので、かぼちゃか栗か芋の何かを作ろうと思ってたの。だから今回は芋の生チョコを作りました。めちゃめちゃすっごい本当に超簡単すぎて、なんかまあ、生チョコの中に芋が入ってるみたいな感じ。本当にめちゃめちゃ簡単でした。うん、なんかチョコをさ、こう砕いてる時にあれバレンタインかなとか思いながら、なんか、うん、
バレンタイン感じた。どのくらい時間、本当にもう30分かかってない。でもいやまあ最低でも1時間はかかるんですよ。あのまあ冷やすところが結構時間かかるので。でももうさつまいも切って、皮むいて、でレンチンして砕いて、でチョコも砕いて、鍋に、手鍋に生クリーム。あーすごい動いてる。あ、手鍋に生クリーム入れて、ここコトコトとさせます。でふつふつふつみたいな、あのちょっとこう沸騰してきたら、チョコ入れて溶かして、でチョコ溶けだなと思ったら切って、さつまいも入れて混ぜるだけで、パッドに入れて冷やす、終わり。あーすごい、もう戻んなかっちゃった。まあいっか。形は、形も本当の正方形。めちゃめちゃ可愛さのかけらもないんですけども、パッドの中に入れて、でもう切って正方形にしてあるっていう感じです。うん、ジェラートで思い出したけどさ、ジェラートピケのさカフェみたいなのがあるんだよね。あれのなんかスイーツがめちゃめちゃ美味しそうだった。レシピはネットで、イエス。ジラピケ着ないと入れないの、そんなことないよ絶対。やったー、今日アクターズの前に行こうかな。
チラッと寄って、一口いただきます。確かに絶対混んでそう。おろしたてせメンバー食べるかな、スタジオのメンバー。うん、クマありがとう、クマ。この辺も全部取っちゃったからあれだけど、こんなんで、もっと来ましたけど、本当にそれのために食べさせてあげたい。そう、芋ほら、ちゃんと芋入ってるでしょ、ゴロゴロっと。これから短パンでランニングしよう。いいなぁ、私もランニングしてこようかな。さすがにまだなんか暑いかなみたいな、暑いかな、アンドちょっと日焼けるかなみたいな。え、今日なんか夢で、え、みゆみゆめっちゃ焼けたねっていう夢を見たんだけど、あー全体的に焼けたかもみたいな会話をする夢を見た。いや本当にめちゃめちゃなんかリアル感あって怖かったんだけど、やだやだーと思って、やだ。はじめましてだって、はじめまして、こんにちは、ハロー。小麦色の、小麦色に焼けるよねですね。誰と会話してた？マネネ、マネージャーです。本当に いるマネージャーと話してたから、ほんまにもう現実味がめちゃめちゃありすぎて怖かった。チョコ焼いて、あ、そっち、そういうこと、焼いて、焼いてないけどね。エビエビエビデイ、エビエビデイ、カチューシャカ、エビエビエビデイ、タコ、間違えた、たい焼きをラッピングし、ラッピングにしよう、ん？たい焼きおまけみたいな、うん。ドーナツはね焼いてないよ、あれは揚げてるんだよ、揚げ揚げ。
またあと1個そしてグラニュー糖ラム酒を振ってレモン汁もっと伸ばすはパイシート砕いてビスケット最後にそっと投げキス。いつでも一緒がいいんだもん預けそうねグラム夢思い乗せてかな君にあげる。何かありそうな気がするわ。めちゃめちゃいい感じに固まってる。不安の時に入れたらよかったな。ラッピングしたおいしい芋芋って感じ。もう砂糖とか入ってないからめちゃめちゃまだあれじゃない？門脇さん初めて出会ったかも。本当？初めての。では覚えて帰ってくださいね。いってらっしゃいのウィンクちょうだい。ウィンクでいいの？あなたいってらっしゃい。じゃあ中でチュッチュペラペラうんまあらこんな可愛いあゆめさん欲しいわ。だってあゆめさんにしてくれるの？じゃあ専業主婦になるね。たくさん私は家のことをしっかりします。あなたがお仕事頑張ってる間そして帰ってきてからもたくさん癒します。勉強する。いや、まあ、なんだろう。専業主婦もいいなみたいな。仕事をしてる可能性もあるけど。でも私は絶対将来はなんか専業主婦とか絶対ならんだろうなとか思ってとったけど。だらけよだって。うわ悲しい。働く。
のやっぱお相手様によりますけれどもね。一生アイドルってください。あ、じゃあそれはちょっと私には声優という夢があるので、スーパーでバトン、あ、うん。結婚するな、愛とお金、あ、どっちが。わかりません。私にはわかりません。両方で。この端っこの方とか食べないから、あの入れないから。答えてください。ちゃんとね、は両方なんかありえないからみたいな感じでね。じゃあここはやっぱり愛情。あ、ごめん。やっぱバランスいいのがやっぱ一番。ここマジで取ってない。うん、おいしい。デザート美味しい。もやし生活でも全然いい。愛妻弁当、いやもうもちろん作りますよ。愛妻弁当、あのご希望がございましたら言ってください。あんまり上手に作れないと思うけど、そんななんか、うん、作れないと思いますけれども、頑張りますので。嬉しい。まずくてても、うまくても全部食べるよって嬉しい。そこに愛はあるか。愛が一番、愛ライフルだけ。もうその前に黄色い弁当、また黄色い茶色い弁当かもしれん。油もんばっかみたいな。お、今日は唐揚げか。おお、今日はとんかつ。どん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 レパートリーが、あの茶色のレパートリーどんどん増えていくよ。今日牛骨じゃないか。
私誕生日にね手作りケーキを渡すのが夢。できることであれば生地から作りたい。スポンジの生地からね。手作りでなんかありきたりなケーキの形でもいいんだけど、またこう変えてとか作ってみたい。自分なりの手作りケーキで祝うっていうのが夢。ケーキというかあれだよ、やっぱり難しいですよ。スイーツって少しの分量が違うだけでめちゃめちゃ変わってくるからね、大変です。なのでまあ適当にやるとどうなるか知りませんよっていう感じ。プロっぽいってど素人が何言ってんねんみたいなね。そう、今日ねちょっとお菓子がここにいっぱいあるんです。ルックの栗、秋限定の、限定か分からんけど、こっちもちょっと秋限定か分からんけど、和栗のモンブラン小枝ね、他にもある。こちらにですね、じゃじゃーん、トッポのさつまりこのコラボですね。なのでさつまりこ買ってきました。さつまりこ買いました。あとこちらがココナッツサブレって知ってるかな、の焼き芋バージョンと、こちらファミリーマートの、2色の紅はるかクッキーということで、秋のお菓子買ってきました。忘れのものまた増えたね。イエーイ、やったー。さつまいも、芋。私秋のスイーツ3つの中で一番好きなのかぼちゃなんですよ。だからいつの時やったかな、忘れたけど、スタバのかぼちゃフラペチーノで出た時がほんまに嬉しかった。めっちゃ美味しいやんとかなって、その時はほんまに嬉しかった。
パンプキンパイとかかぼちゃプリン、かぼちゃプリンとかほんまに好き、ラブ。梅尽くしのパフェとか食べたい、もちろん食べたいでございます。かぼちゃの場所、サラダとは持ち込むビリマミデブ、あるものみんな集めてネベネマミデブ、叶えたならば願い事を叶うよ、ほらビデマミデブ、サラダとラえやんな、ハロウィンコース楽しみに。ああハロウィンコース、何しよう。お菓子くれなきゃいたずらするぞ。ペロペロ。トリックアトリート。では7時になったので配信を終わります。今日もみんなありがとう。ありがとう。13位ジェントル君、12位マシ、31位ロコボコさん、10位ナオナオさん、9位が変わった。13位ジェントル君、12位マッシュ、31位ロコボコ、30位がこれハロタン、いくらでも作るよケーキ、9位がフッサン、8位ポンタ、7位ナオナさん、6位アキセブンさん、5位シマカデさん、4位のズミオンゴさん、第3位がボクレンパサランさん、ケセランパさん、そして第2位がペパミー、ありがとうございます。そして今日の第1位がモンさんです、ありがとうございます。イエー、はい、ということで今日はあれです、あれです、あれがん、アクターズでのちょっとしたライブがありますので、頑張っていきたいと思います。アクターズの子に少しでも STU48 の魅力を伝えれるように頑張りたいと思います。もうアッシュの皆さんのライブも見たいです。ということで皆さん配信を見てくれてありがとうございました。今日も皆さん一日頑張っていきましょう。まあでも今日土曜日なのでね、休みの方とかいると思うんですけど、ゆうのこと応援してってね。では皆さん